ほら来いよ。こっち見ろよ。せーどうした。行ってぞ。おい、来た。私が相手です。いらっしゃいませ。ありがとうございました。うわっと、何見てんだよ。調子乗ってんじゃねえぞ。かかってこいよ。私の番ですね。なめんなよ。くれ。痛い目に遭われますよ。俺の番ね。ふざけないでください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、いいな。最近流行ってるらしいよ、日めくりカレンダー。アイドルが毎日一言応援してくれるみたいな内容が人気で、ファンが買ってるんだって。めくるのが楽しいっていいよね。へえ、めくる楽しさか。まあ、秒めくりカレンダーってどうかな。は？毎日一枚めくる程度で楽しいとすりゃ、毎秒めくったらかなり楽しいんじゃねえか。これはビジネスの予感がするぞ。だが秒めくりにしたらずれた時どう修正するんだ。それは2枚抜きしかねえだろ。3秒ずれたら3枚抜きだ。抜かされたアイドルがちょっと気の毒だな。うん、確かに。そうか、
ダメか、秒めくりカレンダー。その結果には賛成するけど、他にもっとダメポイントがあると思う。中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび激痛が。 おいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだがドタキャンされてしまってね、休むわけにもいかないんだ。おいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査なんだそれ。何？君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何？簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールがわかったところで、早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな。カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし、時給も高いよ。仕方ね、やってみるか。本当かい。いや、助かるよ。君、名前は。春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年。そいつは相当なベテランだな。まあね。カウントさせたら右に出る者はいない、ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。
おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなにひどい腱鞘炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ、私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。へえ、じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああそうさ、この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで、15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。おお。なるほど。マジか。タイツとストッキングって何が違うんだ。生地が薄いのがストッキングで、厚いのがタイツね。ざっくりだけど。あれか、ボクサーパンツとトランクスの違いみたいなもんか。え、何が違うんだその2つ。ん、あれ、そういえば何が違うんだ。わからん。トランクスってデカパン。おい、新しい種類出すんじゃねえ。余計わかんなくなるだろう。俺たちって何も知らねえんだな。男のパンツもわからねえなんて。そんなパンツくらいで落ち込まないでよ。じゃあ俺が今履いてるこのパンツは何なんだ。いや、ちょっと見せないで。私の番ですね。嫌がりが起きたぞ。せーや、こいつでどうだ。俺の番だな。ほら、抜き出せ。つらった。ほら、当たってこいよ。ほら、来いよ。ほら、どうするかね。やんのか。来やがれ。さて、ありがとう。
るほど。ありがとう。おお。ヤッピーです。なるほど。ありがとう春日君、完璧だね。それにしても随分この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね。数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。今までは気にしたことなかったけど。それにしても春日君驚いたよ。ミスター交通量調査の教え方がうまくありがたいね。何言ってんだよ道野のおっさん。それがね、私の腕はただの腱鞘炎。どういう痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて。そんな何心配はいらないよ。これから春日君交通量調査をやってみて。え、それはまあ地味そうだろう。でも毎日こうやって数取り機を押すことで、だからこれからは自分が頼む。じゃあ俺がそのだそういうことに。こっちこそいいバイト後継者って言われるには苦が。そうだ春日君、それは私の意思を継ぐ者に渡そうと思って。意思を何、重く捉えなくてもいいさ。そうなのか。もし私が若者の監修ができなくなったら。え、おっと急用を思い出し。おい待てよおっさん。なんだって。それ行っちまった。だが交通量調査員
ショッカーのやつ。ほら、上がってこいよ。私の番ですね。来てみろ。やめんなよ。上がってこいよ。かかってこいや。くらえ。ダメ。くらえ。逃げるなら今のうちだぞ。ほら、よし、行くぞ。私が。じゃあ、おい、来た。やってきなさい。一目つけろ。俺の番か。ダッキャー。これで。おら。舐めんな。舐めんなよ。やってんぞ。さて。おら。な、俺の番だな。私が相手です。ダッキャー。なんのか。パワーはないな。私の番ですね。ほら来いよ。やんのか。こいつでどうだ。よし、行くぞ。痛いに合わせますよ。おい、来た。やってみよう。よし、行くぜ。なめんなよ。やってやるぞ。私が相手です。危なかった。よし、こら。じゃあ、ほら来いよ。落ちるか。かかってこい。かかってこい。逃げるなら今のうちだ。俺の番か。ダッキー。怖いの。さて、到底どうしよう。俺の番だな。大丈夫か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まだいけるぜ。おっと、ガキの頃見たカンフー映画にこういう場所あったよな。あったあった。カンフー映画って楽しかったよな。いろんな拳法が出てきて。俺は邪剣が好きだったな。蛇の構えのやつ。俺はガゼン少林拳だな。蝶はなんか拳法できねえのか。できるよ、スイッケ。おお、酔っ払って戦うやつか。やってみせてくれよ。いいけど、キンキンに冷えたビールを買ってきてよ。あ、つまみもよろしく。チーズと枝豆がいいな。お前、ただ酒飲みたいだけだろ。あ、バレた？
やる気か。頼んだ。私の番ですね。してみろ。逃げるなら今のうちだぞ。いや、新入り。買い物か。どちらまで行かれますか？それでは出発。まだいけるぜ。これが必要なんだろ？ご利用ありがとうございます。私からの締めピックだ。さて、くらえ。なめんなよ。俺の番だな。問題なしだ。俺の番ね。私の番です。
見てるんですか。地獄に送ってやるぜ。さて、どれやろう。くれやりますか。やめんな。してみろ。俺の番だな。じゃあ、ロー。それ。やってやるぞ。貴様ら。何かした。おい来た。ガラってきなさい。で、俺の番か。やるのか。行くぞ。ふざけないでください。私の番だよ。どうした？よし、行くぞ。私の番ですね。なめんなよ。よし、行くぞ。痛い目に遭わさないよ。私の番ですね。してみよ。セーレア。くれ。痛
行くぞ。ほいきた。痛い目に合わせます。おいよ。ザーク、俺の番か。ザーク、俺の番か。やんのか。私の番ですね。なめんなよ。こいつどうだ。ザコが。よし、行くぞ。行くぞ。こいつだ。私の番ですね。せーのくれ。上がってこい。俺の番ね。上がってきなさい。思いっきりやれ。じゃあ俺の番だな。はい、ほら。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。お先真っ暗だぜ。やめろ。さて、ほいきた。よし、それは勝ったな。こいつでよかったか。またのご利用。お、上がってきたまえ。私の番だ。来いよ。やったよ。こいつでどうだ。よし、行くぞ。やったやつだ。俺の番だ。やめつけてやるよ。俺の番か。してみる。終わりだ。行くぜ。さて。やめんな。俺の番だな。おいきた。
それでは。よう、新入り。たくさん買ってけよ。よう、新入り。頑張れよ。さて、お掃除の時間だ。また来いよ。よう、新入り。たくさん買ってけよ。それでは。これが必要なんだろう。それでは。
いつでよかったか。またのご利用お待ちしてます。どちらまで行く。それでは。いらっしゃいませ。なんだ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。祈る時間は秘密てんのか。さてなめんなよ。せーれーこいつでどうだ。この店じゃ恐竜の肉のハンバーガーでも出してんのか。バーカ、食えば恐竜みたいに元気になるって意味だろ。違うわよ、恐竜も追いかけ回すほどの美味しさって意味よ。そりゃ考えすぎじゃねえか。ハンジュンギ、あんたはどう思う。巨大なハンバーガーの出現に恐竜が驚いたといったところでしょうか。なるほど、親切だな。確かにあのハンバーガーが現れたら驚くわね。よし、それで行こう。え、これ何の話。いいな。何見てやがる。何見てんだ。これ勝てると思ってんのか。私の番ですね。してみろ。くれーくれー。おいよ、避けるまい。やめるな。よし、行くぞ。よそ見すんなよ。痛い目に遭わせる。ルキボールだ。おっとれ。何が仕掛かったね。どちらまで行かれます。それでは。よう、新入り、買い物か。
どちらまで行く？それでは。これが必要なんだろ？ご利用ありがとうございました。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
美味しい。こりゃうめえ。やっぴー。人を沈めるくらいエビってんのか。遊ぶ。さーて。あっち来い。やめよう。こいつでどうだ。ねっ。
舐めるのか。ほら来いよ。舐めるな。くれ。よし、行くぞ。ロケットフィックス。俺の番ね。じゃあよ。エンブレイズ。痛い目に合わせますね。私の番ですね。こっち見ろよ。俺の番だな。二度と笑いにしてやるぜ。じゃあなめんなよ。その調子悪い。来いよ。そりゃ。そりゃ。行くぜ。お。やめんな。俺の番か。こっち見ろや。行くぜ。痛い目に遭わせます。逃げるなら今のうちだ。ほら来いよ。ザコが。くらえ。どうぞ。よし、行くぞ。私が相手です。よし、かかってきなさい。とっておき。やめんな。回復。私の番です。私から盗む武器だ。当てると思ってんのか。私の番ですよ。こっちでやってみろ。やってやるぞ。こいつでどうだ。俺の番だな。かかってきた。決める。さあ行くぞ。ザコだ。
私が相手です。行くぜ。さて、よし行くぞ。ぶちかますぜ。俺の番ね。問題なしだ。食え。これだけ私の番ですね。私の番です。どうした？どうなるんだよ。こいつでどうだ？よし、行くぞ。
かってきた。俺の番ね。行くぞ。してみろ。どうする。私が相手です。やってみろ。これでやるか。やるのか。全力で。おい、来た。ぶちかませ。俺の番だな。行くぞ。やんのか。たまれ。私の番だ。やめんなよ。俺の番か。だっ。一つ上の男。やった。よっしゃ。おっと。体のキレがいいです。なんだおい。行くぜ。勝てると思ってんのか。私の番です。してみろ。全力で。おい、来た。私の番です。
恋人と二人で歩いたら素敵だろうな。俺らの中に未来の恋人がいるかもしれねえぜ。足立さんも関西に来てボケが上手くなったね。え？調子は最高ですね。絶好調だ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。それでは、それでは。春日さんが投資してくれたおかげでさらに設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。そいつはよかった。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。
ここをこうして、めっちゃいい感じ。ここをこうして、どちらまで行かれ。それでは。財布置いてけよ。余裕余裕。さあ、してみろ。じゃあ怖いの。え？くらえ！こいつでどうだ？いやから今のうちだぞ。ほい来た。私が相手で。行くぞ！ほら！どうするかね。やってみろ。行くぜ。私の番です。なるほど、勝ったな。おい、その目つきがビビってんのか。さて、なめんなよ。おい、私の番ですね。うっ、よし、行くぞ。うわあ、私が相手です。嫌がれ。これで死ね。危ねえ。俺の番か。だっ、うわ、俺の番だな。
何見てんだよ。いいけど悲しい。どこが悪いんだよ。私の番です。来てみろ。なめんなよ。俺の番ね。来やがれ。それでは、いらっしゃいませ。ありがとうございました。よし、行くぞ。
かってきなさい。私の番ですね。来なよ。来てみろ。こいつでどうだ。こいつ。俺の番ね。かかってきなさい。ぶちかませ。止めんな。俺の番だな。私が相手です。行くぞ。ザコが。ここで。ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。熱い食らえ愚か者、こっち来い。やってやるぞ。やってやるよ。私が相手で。やめるな、やめるなよ。待て、それふざけるなよ。痛い目に合わせますよ。おい、来た。やるか。手をさねえと。私の番だ。熱い。行くぞ。どうするかね。これで元通りだ。さて。逃げるなら今の俺の番ね。来なよ。ほら来いよ。回復。ちょっとしんどいな。あれ？熱い。これで。俺の番か。問題なしだ。やんのか。直さねえと。危ない。おい、来た。ぶちかませ。さて。敵だ。強くなった気がするぜ。私の番ですね。来い。逃げるなら今のうちだぞ。俺の番ね。痛い目に合わせますよ。やめんな。よし、行くぞ。やってやるぞ。私が相手です。どうするかね。ほら来いよ。さて。
めんなよ。ぶちかませ。俺の番だな。私の番ですね。やめんな。くらえ。どうぞ。ほら来いよ。俺の番か。行くぜ。逃げるなら今のうちだ。やるか。さて。俺の番ね。はい。よし、行くぞ。どうするかね。さらに強くな。私の番ですね。気なめるですよ。こいつがどうだ。ふざけないでいい。いきます。私が相手です。はぁ、あ、じゃあ行ってみろ。私の番です。行くぞ。よし、行くぞ。やめんな。俺の番ね。さて。どうせかね。テンション上がりますね。一つ上の男。やった。またいい女になりたいな。いいじゃない。
私が相手で逃げない。すっきりしました。押す。ああ、しんど。とっておきエンブレイズ。ダメだよ。2回目に合わせますよ。ふざけないでください。死ねえとな。いくぞ。やんのか。ダツ暗いな。ほら来いよ。仕留める。本気出せよ。熱いな。いくぞ、うん、よろしくないな。やめんな。やってやるぞ。ビビってんのか。本気出せよ。私が相手です。ありゃ、まずいですね。おし、見てろよ。直してやるからな。本気出せ。やめんなよ。しんどいな。くらいな。さあしてみろ。仕留める。問題だ。よろしくないな。しんどいな。元通りだ。また強くなっ。私の番です。あかんってないよ。死なねえか。俺の番だな。かかってきなさい。俺の番ね。ぶちかまぜ。やってみろ。ほら来い。
いよ。ここで痛い目に合わせますよ。スリー、ここで来いよ。来なよ。ザコ、なめんなよ。これでふざけるな。私が相手です。来いよ。なんとかしねえとな。ほら来いよ。さて、やめんな。私の番ですね。よし、行くぞ。何やんのか。おい、来た。痛い目に合わせますよ。しんどいな。やってやろう。ザコ、行くぞ。してみろ。よろしくないな。危ない。俺の番だな。あれですね。俺の番ね。やめんな。行く。まずいですね。逃げるなら。おしまいです。おお、危ない。よろしくないな。よし、行くぞ。おい、来た。どっくし、やるか。俺の番か。行くぜ。やんのか。さらに強く。いけるじゃねえか。こりゃうめえな。始末にあげてやるよ。意味ってさて、舐めるのか。ほら来いよ。こいつでどうだ。俺の番だな。俺の番ね。しんどいな。やってやるぞ。行きなさい。あっち。ねって。あっ。止める。舐めんなよ。私の番です。ほれほれ。よし、行くぞ。さて、ほら、おいよ。おい、来た。私が相手です。やめんなよ。やってやる。逃げるなら今のうちだぞ。な、もういい。あれ。私の。俺の番だな。俺の番ね。さて、サムリ、しんどいな。痛い目に合わせますよ。あっち。よし、行くぞ。
私の番です。やってやるぞ。ほら。また強くなっちまった。成長できるとは。私の番ですね。よし、行くぞ。やってやるぞ。俺の番ね。さて。俺の番か。行くぜ。私の番です。してみろ。逃げるなら今の歌だ。おい、来た。さて、やんのか。どうするかね。調子が戻ったぞ。よっしゃ、テンション上がりだって。成長を感じます。またいい女になりたいな。いいじゃない。開けてみるか。開いたぜ。自分舐めてる。ムカつく。泣き言言っても開けると思ってんのか。暗いな。
出せよ。おい、来た。よし、行くぜ。よし、行くぞ。かかってきなさい。私の番ですね。くらえ！やべえ！くらいな！わかりませんよ。俺の番ね。はっ！俺の番だな！ぶつかまっせ！さて。せいや！どうするかね。ほれほれ、私が相手です。仕留める。私の番です。やってみろ。やるか。どちらまで行かれます。それでは。どちらまで行かれます。それでは。すぐに楽にして。余裕余裕、行くぞ。ザキ、よろしくないな。してみろ。ああ、しんど。ちょっとしんどいな。私が相手です。なんとか死にゃんのか。だShit!
それでは。このゴーンはかな。どちらまで行かれ。そうですか。どちらまで行かれますか？そうですか。何か
頑張ってください。なんだ、何見てんだ。やってやる。いいけどね。私の番ですね。なめるな。怖いの。なめるな。何してんだ。やんのか。じゃあかかってこいよ。やるの。全力で。ほら来いよ。踏めんな。ほれほれ。怖いの。さらに強くなれましたね。腰が張るぜ。どちらまで行かれますか？それでは